どうもワンちゃんです。本日は年末に行われたアチュベースボールチャンネルの年末イベントに参加してきました。パパパパパすごいよな。すごいっす。おっ、これいったんじゃ。それあっちさんだって引っ張りしか。いた、いた、いた、いた。おお。どうもあちゅです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホームラン競争すごかった。いやー、やっぱね、中川さんがエグかった。動画の通りです。ツイッターでここで行こうか。俺じゃない、違うよ。俺あっちで投げる、カズヤあっちで投げる。カズヤ、キャッチャー、キャッチャー、キャッチャー、あっち俺やろ。顔打つっていいですか。顔打つでもいけます。早っ、もう一回。ナイスボール。ピヨンピヨンピヨン。あっちさんが怖くて跳ねないじゃないですか。なんで絶対そうでしょ。それはおかしいやろ。顔怖かったな、あっちさん近くおったから。なんでやねん。朝からはワンちゃんの動画見てみて。お、ほんまっすか。はい、お願いします。ナイスサード、ナイスサード。リーグ TV でようあるアングルから。いた、いた、いた、いた。無理、無理、無理。おじゃおじゃ。あだあだ。むちゃくちゃおもろい今の。イエロー、イエロー。なんか俺、あっ生まれてるから。あじさん、次で退場です。なんで。しげはるの家、しげ。デジル、出したんで。デジル。いい加減に言ってな。もっとほら、こっから大事ですよ。デジルです。よろしくお願いします。チャス。あ、映っても大丈夫ですか。あ、はい。よろしくお願いします。チームダッシュです。ワンちゃんさんのとこは後でナオピー行くんで。じゃあ掛け声だけお願いし、やっぱチーム統率だ。人見知り頑張れよ。人見知りです。はい、なんで人見知りです。人見知りです。はい、よいしょ、よいしょ。掛けないよ。言い出し取っていきましょう。はい。カツオ、カツオ、カツオ、昆布、野菜、ダッシュ。オッケー。よっしゃ。言ってくれるの分からんから。その掛け声。言ってなかった。まだ、また飛べるの見たんで。まあ大丈夫かな。はい、試合の様子は、まあおそらく、アチュベースボールチャンネルさんで、配信されると思いますので、そちらご覧ください。はい、で3チームに分かれて、リーグ戦したんですが、まあ、チームダッシュとしてワンチャン出場しました。なのでワンチャンネルではチームダッシュのメンバーを紹介していきたいと思いまーす。あ、僕も初めて。何回か21です。21年年上、俺は打てなくても大丈夫。だいたいこの辺。オッケーオッケー。おっ、ボアやボア。アクーク。はい、まずはピッチャーしていた市村さん。市村さんはバルボアのエースらしくて、他の動画出てくれてるので、そちらもぜひチェックしてください。市村さんはもうまっすぐが速くて、変化球、スライダー抜群に良かったです。はい、このスライダーで空振り三振を結構5個、5、6個取ったんちゃいますかね。
コントロールも良き、素晴らしいです。はい、次キャッチャーの匠さん、まずはこれ聞いてください。はい、ガーシャゴー。はい、めちゃくちゃいい声。これでね、チームがね締まりました。でね、初回だけやと思うでしょ、聞いてください。はい、2回もいい声。これもずっと2試合やったんですけど、ずっといい声。やっぱこういう人がいるとやっぱチームも盛り上がりますよね。元気なチームいいですね。はい、でこの匠さん打ってもズドン。これね結構飛びましたね。あともう少しで柵越えなるぐらい。このアッチさんのリアクションがちょっと面白いけど、打ってもよし守ってもよし、これが匠さんです。はい、続いてハイサイズ、同じチームのダッシュ。たまに草野球ワンチャンネル出てくれてます。まあ僕の友達ですね。まあじっくり見てください。この人はね面白いんで。はい、この年末イベントやる気があったのか。おお、もうねやっぱねハイサイズの リアクション芸人。知らないこのやり方。踏み込め踏み込め。うわはい、このピッチャー現役大学生みたいなんですが、次の1球ご覧ください。詰まりながらもライトに持っていく。そしてベースの止まり方パープロ。めちゃくちゃやん。はい、続いてワンジャンです。まあ僕はねあのいつも動画出てるんでさらっと終わります。まあこの時はね木製バットで打ったんですが、まあ、結構感触は良かったですね。この球は本当にナイスボールでした。ナイスピッチャーで、まあ年末イベントでセカンド守らせてもらったんですが、この打球です。ドン。これね多分ねほんまにマシンに当たってちょっと大げさに取ってんやろうと思いますが、めちゃくちゃ無回転できたんですよね。はい、続いて植木です。まあハイサイズのメンバーですね。まあ相変わらずキャッチャー一筋の植木です。まあこうやってねちょっとやんちゃ感もありながら、まあ後輩なんで後輩になるところは後輩になるし、まあ基本タメ口ですけどね、まあいいやつです植木は。まあ初めての方もいると思うんで、まあ植木は甲子園経験、甲子園出場経験あるんですが、まあいい思い出と悪い思い出があるみたいですね。はい、続いて太一さん、この方は SWBC の在籍経験もあるみたいです。でね初めて会ったんですが、ちょっと身長が一緒すぎてとても親近感で仲良くなりました。で打っても長打も打てるし、この打席です。はい、塁が埋まっている時は
しっかり叩くと。この叩きは SWBC で学んだみたいですね。素晴らしい、素晴らしい。はい、投げても打たして取るピッチング、ナイスピッチャー。あ、カメラ OK、 OK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 。はい、他のグローブ紹介の動画で太一さん出てくれてますので、そちらの動画もチェックしてみてください。概要欄に貼ってます。なんかいけるんですけど、はいはい、ちょっと長く使いたいなってことでちょっと厚めにして。はい、続いて江崎さん、ナオピーさんが大阪の時に在籍してたバルボアというチームさんで活躍しているそうです。左バッターでね、こういやらしいバッティングをしていましたね。で、守備位置はショート。このショートバウンドも華麗にさばきます。さすがバルボアさんですね、強豪チーム、さすがです。はい、この江崎さんピッチャーもやってました。はい、まっすぐもね走ってますね。はい、続いて皆さんご存知ナオピーさん。いや、ナオピーさんのバッティングはほんまに初めて見たんですけど、えぐいです。見てください、これほんとセカンドランナー僕なんですけど、弾丸のように抜けていきましたね。これね、ファールボール打ってもこの様、やっぱいいですね、オーラがありますよね。なんかはい、何を一番意識してるんですか。はい、ナオピーさんもイベント終わり動画撮らせていただいて、バッティングの意識を聞いてますので、そちらの動画もぜひご覧ください。落ちるんですか、見逃し方で打てるか打てないか分かるんです。こう落ちていくみたいな、もうこの時は打てるんですね。打ってない時はこう落ちない。へえ。はい、ラストはチーム最年長クニさんです。このピンクのパーカーはね、ペネですね。僕がよく撮影に来させてもらってるペネさんと同じチームでプレーしているそうです。で、こうね、最年長なんですが、もうハッスルプレー連発でチームで1番を打ったんですが、出塁率が本当すごかったです。8割ぐらいあったんちゃいますかね。まあ、やっぱ最年長の方が塁に出ると即席のチームでも盛り上がる、これは間違いない。でね、気さくでね、よく話しかけてくれましたね。はい、守備でもセンターを守ってる国さん、センターフライが来て取ってすぐ返すんですよね。こういう意識はやっぱ年齢とか関係ないですよね。ナイスプレー。デジルからまたね、来年皆さん元気に、まあ、また来年の年末もね、やろうと思ってるんで、ぜひね、はい、一緒にプレーさせていただいた皆さんありがとうございました。素敵なイベントでした。ワンチャンネルでもね、いつかこういう素晴らしいイベントしたいと思ってますので、よかったら皆さん来てください。終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ可愛い。